マリオシリーズスーパーマリオアドバンススーパーマリオアドバンスはニンテンドーより発売されたアクションゲームおよびそのシリーズ全4作ファミリーコンピュータとスーパーファミコンで発売されたマリオシリーズ本編の横スクロールアクションゲーム作品のゲームボーイアドバンス移植版単なる移植ではなく独自の新しいステージや演出が付加されたり 難易度に修正が加えられたりしている。このうち3および USA はスーパーマリオコレクション準拠の移植となっている。また1にはマリオアドバンスシリーズとしては移植されていない。シリーズすべてにマリオブラザーズモードが付いており、マリオルイージ RPG も含めた5タイトルで共通して協力プレイや対戦プレイで遊ぶことができる。 対戦モードについては1カートリッジプレイに対応している。ただし、Wii U バーチャルコンソール版は通信プレイに対応していない。スーパーマリオアドバンス4では、カード E プラスを使用することで新たなステージを追加できる。本項目では主に1作目について解説する。2作目以降は、移植元ゲームの項目を参照のこと。スーパーマリオ USA のリメイク版として発売され。 グラフィック等は、スーパーファミコンで発売された、スーパーマリオコレクションに基づいているが、そちらから、さらなる追加要素や変更が施されている。2014年7月16日より、Wii U のバーチャルコンソールにて配信されている。ありがとうございます。